本店インストラクターの西川陽子と申します。どうぞよろしくお願いします。皆さん、いれますか？東京ですか？もうお茶すんの？すまん。はい。何のお茶出すんですか？そのところにですね、あちらが出すんですか？はい。はい。今日も、私たち日本茶に使ったお茶作りをしているものが大勢いまして、その仲間で作ったものです。ちょっとお客様用に、なんかなんか、深蒸しです。これでも深蒸しなんですが、贅沢な、なんか、深蒸しなんかな。はい。もう見た目で、はい、やりたいツヤとかね、はい、そういうものが、はい、でもこれはこれでいいんじゃない。舞台用の大きな晩酌のものも、それはそれなりのものも、自分の好みのお茶を美味しく飲んでいただくのが、今日はこのお茶をお茶をしてくれる方は、このお茶の葉をどれぐらい、それとお湯の温度はどれぐらいか、お湯の量はどれぐらいか、要するにお茶の葉とお湯を注いだ後をどれぐらい待つか、その注ぐところでどうぞ差し上げるまでどれぐらいの時間を置いてるか、一つの違いなんですが、このお茶が持っている力をうまく引き出してあげられるか。私も毎回毎回ね、その始めたものを出会いですし、きっとうまくいられるかどうかは分からないですが、頑張りたいと思います。お一人分の目安ですね。これぐらい少なく、これにぐらいの弱だと思います。最初のお召し上がりください。お一人分
皆さんにお知らせいたします。11時より千田さんのミニコンサートを行いますので、本館講堂前にお集まりください。Thank you.